こんにちは。今日は、旅行に行きたいと思います。11月も下旬ですけども、いい天候に恵まれております。どういった旅行になるか随時、報告したいと思います。では行ってきます。今から旅行に出発したいと思います。今日はなんと一人ではなくてですね、スペシャルゲストである後輩でもあり友人を紹介したいと思います。そうちゃんです。映ってます？映って映って。そうちゃんです。自己紹介。スーさんとは専門学校で、一緒でして、今日は一緒に旅に同行させてもらいます。じゃあ行くぞ。おお。今どちらに来てるんですか？こちらはですね、ザグソバいただきたいと思います。こちらが本日の昼食になります。ざるそばって普通食べる？え、あんま食べんよね。美味しいけど。食べます。あ、食べる？それこそ今親父がそば売ってるから。あ、言ってたね、なんかね。そば行きます。いいね。これでもいいでしょ。天丼です。そうちゃん、釣りにはハマない。ハマるというか、まあ届いないといけないし、道具、なんか道具がよく、まあ何をいいか分かんないし、借りてするのは全然いいですけど、そこまでグッと来やった。無事完食しました。そうですね、仕事終わりにジムがあるからジムに
ちょっと下回るぐらいあるけど。あそこな。誰来ました。あ、俺今吉岡里帆かな。あ、有村架純はずっと好きだけど。ちょっと前で。吉岡里帆が最近ちょっとよ。要は新垣結衣が亡くなってしまって取られてしまって。弦の山。吉岡あれですか。別の子を1位指名にしようと思ったら、しようと思って。
ちゃんにはね、ドラフト最初は3位にも入ってなかった子が急浮上したのにね。そうですよ。ついに着きました。